はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今回は降臨戦ボックスガチャについて話してみようと思います。はい、降臨戦のイベントがですね、愛楽優越のパレンタリアですね。さっきガチャまではバレンタリアとか言ってましたけど、バレンタリアだったんですね。すいません、訂正します。全く気づきませんでした。ですね、降臨戦いつものようにイベントあって、ボックスガチャですね。このボックスガチャを変えるタイミングですよね。どうすればいいのかっていう感じなんですけど、今回は、10まではきちんと引いていった方がいいんじゃないかなと思います。ピースとかね、ルールのピースとかね、アモロのピースとかありますので、まあ取ってて損はないと思います。月輪石もね手に入るので、まあ、きちんと、やっていった方がいいんじゃないかなと思います。11以降に関しては、まあ人によってはいるいらないっていうのが出てくるので、飛ばしていってもいいんじゃいいとは思います。私はね、15まではしっかりと引いていこうかなと思います。で、15以降なんですけども、こういう風にですね、ピースが、工場ユニットのね、キャラクターのピースがありますので、こちらと交換していけばいいと思いますので、10以降はリセット対象が来たらすぐに変えて15になって、まあリセット対象して、また20にも来てますし、25にもちゃんとピースが来てますね。工場キャラクターのピースが来てます。30にも来てます。35にも来てます。で、40でも来てます。で、41以降が、もう内容がね同じになるし、もうね、このこういう風になってますので、あんまり、40以降はやる意味があるのかな、ないのかな。まあ人によってはね、こっちのね武器ガチャチケットが欲しいからっていうんでぶん回す方もいらっしゃいますけどね、まあ一定の方は40で終わってもいいと思います。もうリセット対象が来たらね、どんどん次へって言って40までやっていってもいいと思います。でも人によってはね、本当きちんとね、やっていくっていう人もいるとは思います。私も、まあ、15ぐらいまではきちんと、全部引いてから次へってやっていこうと思っています。16以降はね、本当にリセット対象が来たら、次へってやっていこうかなと思ってます。これはね、期間にもよりけりですし、本当にね武器ガチャチケットが欲しいっていう人はじゃんじゃん回してますね、ここは。なので人によりけりっていうところはあるんですけども、まあしっかりと10まではしっかりと引いて、全部引いていった方がいいと思います。まあ簡単ですけどね、今日はこんな感じで終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラスボタイ。